はいそれでは明治時代の学習に入ります、えー、江戸幕府を倒して新しい政府が成立しました、えー、明治政府とか新政府とか言いますねこれは1868年のことになりますね江戸幕府を倒して成立した新政府は欧米をモデルにしてさまざまな改革を進めました、えー、一番大事なことは 国が新しくなるために、えー、古い体制をやめて、えー、国を新しくしていくことです。ね、えー、幕藩体制幕府が支配していてそれぞれの地域は反という大名が支配している体制を改めたい。そしてえー、とヨーロッパやアメリカのように近代的な国家を作りたいというのが、えー、と最初の目標です。そのためには、えーと 政治経済社会の変革が必要この政治経済社会の変革を全部含めて明治維新と呼んでいますなので1868年だけではなくてこのあと続くさまざまな改革も含めて明治維新と言います。ね最初に目標をはっきりさせなければならないスローガンのようなものをはっきりさせなければならないということでこんな命令が出されます。 五箇条の御門、ね、教科書に絵が出ていますね。えー、天皇が、えー、と神に誓うという形で5、えー、つの文章を、えー、最初に、えー、決めましたそして発表しましたちょっと見ていきましょう。はい、えーとまあ 古典というほどではないですけど、やや古い文章になってますね。最後のすべしなのにすへしって書いて、濁点を打たなかったんですね。百人一首なんかも濁点が入ってませんよね。なので、ちょっとで現代語訳を入れてみますよ。 はいそれではえっ、ー、といくつか重要なことについて解説を加えていきます一番最初広く会議を起こし晩期公論に決すべし有名な文章ですこの文章ぐらいは暗記しちゃってもいいかもしれないですねこの会議という言葉が非常に、えー、と問題になりますねえっ、ー、ともう一つここに公論という言葉が出てきますねえっ、ー、とこの公論というのは今はあまり公論とは言いません こんなふうにね世論これ世論どちらでも読み方はいいですよ、えー、と国民みんなの考えという意味で公論という言葉を使っています先ほどの会議については政府の中でもいろいろ考えがあってですね、えー、ヨーロッパやアメリカのように選挙をして新しい議会を作ってしまおうという、えー、すごい進歩した考えを持っている人もいればいやいや江戸時代にあった 大名たちを集めてそれで会議をしようという意見があって実は政府の中でもはっきりとは決ままっていませんでしたなんとなく将来的にはみんなで話し合う議会が必要会議が必要なんだけれども今のところはまああの一部の人で決めてもしょうがないんじゃないかなこの辺が少し曖昧な部分です、ね、それからですね下から2行目これ「老舟」って読むんですけど悪い習慣。 ね、これから西欧と付き合うので外国人を排除しようとした上位のような考えはもうやめよう捨てましょうと、ね、そして「行動に基づくべし」と書いてありますがこれはこれからは国際的な法律に国際法などに従っていこうということになりました。ね、知識を世界に求め、ねまあ 世界にと書いてありますが、実際には欧米を手本にしよう。ね。後期を新規すべし。後期というのは天皇の政治の基礎をもっと盛り上げていこうということで、天皇中心だということを言っているんだと思います。ね、えこういうい、えー 方針をもとにこの後の改革がいろいろ進められていくということになります中には矛盾があったりですねこのスローガン目標通りにならないようなこともたくさんあるんですが、えー、と国民にこれを示して新しい考えを広めようとしましたまあ、えー、と1868年には、えー、と首都が東京になり江戸が東京に改称されるそれから年号が明治に改められるということになります えと今まで江戸時代にも年号元号は、ね、いっぱいあったんですけどこれからはえと一人の天皇には一つの元号といううに決まりましたので明治時代はずっと明治のまま年号は変わらないということになります。